からスーツに着替えた選手たちが再び登場いたします。盛大な拍手をお願いします。皆さんこんにちは。横浜山口からしました、ゴールキーパーの山田元気です。富山の J2 復帰という目標に、目標のために自分の力を全て出し切ることを約束します。どうも、はじめまして。島根県から移籍してきました鎌田翔吾です。今シーズン、富山の J2 復帰、そして J3 優勝のために、全力で、プレーして、頑張っていきたいと思うので、皆さん一緒に戦ってください。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。富山県の宮崎から加入することになりました大畑龍也です。富山県を盛り上げられるように全力でプレーします。よろしくお願いします。こんにちは。ニアリーダーから来ました高山和真です。で、持っている力を全て出します。よろしくお願いします。スマホ18番川西翔太です。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。吉大阪から来ました大山寿司です。自分の武器であるドリブルを生かして、富山の J2 復帰を、しっかり成し遂げられるように頑張ります。1年間応援よろしくお願いします。はじめまして。新潟医療福祉大学から来ました松本優馬です。J2 復帰に向けてチームの力になれるよう頑張ります。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。法政大学から来ました安口翔作です。チームの目標の達成に貢献できるように頑張ります。お願いします。皆さん、こんにちは。神山大学から来ました神山京介です。 J2 復帰のために全力を尽くします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。京南ベルマーレから加入しました柴田壮介です。チームの勝利に貢献できるように日々の練習から全力で取り組んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。中央大学から加入することになりました堀シートです。J2 復帰に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。風俗から久保から来ましたガブリエルです。今年よろしくお願いします。こんにちは。自転車高校から来ました平尾俊樹です。 J2 復帰に向けて全力で戦います。よろしくお願いします。インタビュー選手の皆さん、よろしくお願いします。それではここからはトークショーとなります。本日ご参加いただいています皆様より事前にいただいた質問を選手そして監督にどんどん聞いていきたいと思います。まずはですね、石崎監督にお話をお伺いします。石崎監督、今年はどんなチームになりますか？こちらですね、青春さんからの質問です。はい、昨年同様にですね、前線からアグレッシブにボールを奪いに行って、より攻撃的なチームにしていきたいと思いますし、最後まで諦
諦めなく戦えるチームにしていきたいと思います。よろしくお願いします。前後半の順位展開、どのように進みたいと思っていますかということです。はい、前期も1位、後期も1位。待ってました。ありがとうございます。それでは選手に質問をさせていただきます。吉平選手。はい、こんにちは。
海鮮が美味しいって聞いているのでたくさん食べに行きたいと思います。個人的な話なんですけど、僕の祖父の故郷が富山で、そうそう、まだあまり初めて来たんで知らないんですけど、これからいろいろ回って知れたらなと思ってます。そうだったんです。ちなみに富山県のどこをご出身とかわかりますか？トナミ。あ、そうなんですね。聞いてます。トナミもいいところだ。堀選手お願いします。今自分、ゆくゆく高校から青森で、ゆくゆくの見た目なんですけど、雪の道、まず車買って頑張ってほしいのを探していきたいと思います。お寿司大好きです。わお嬉しいです。平尾選手はいかがでしょうか？大阪から来たんですけど、雪の積もり具合にちょっとびっくりしてます。ブリが食べたいです。よろしくお願いします。雪に驚いたっていう声と、お寿司が食べたいっていう意見ありました。ぜひお寿司だけでなく、このブラックラーメンとかも美味しいので楽しんでみてください。続いての質問です。川西選手にお話をお伺いします。質問が、ね、いくつか来ております。まず、今までの所属チームでたくさんの経験なさってきたと思いますが、ご自身がその経験から富山でアウトプットできること何だと思いますか？あやさんからの質問です。まあ、千葉の明るさをちょっともらいます。なるほど、明るさ。ちなみにですね、明るさでいうと、なんで髪の色いつもそんなにかっこいいんですか？今シーズンそのまま金色ですか？何色にするんですか？という質問があります。そうですね、ちょっと年で、まあ、ハゲもおるんで、ハゲ隠しで、はい、明るくしてます。今シーズンは何色になさいますか？そのまま金ですか？あ、すみません、八木下選手盛り上がった。今シーズンもそのまま金色ですか？あ、ツバに決めてもらいます。わかりました。じゃあ何色にしましょう？今決めちゃいますか？カタールブルーで。おお。嬉しいだった。私だけ何色になるかピッチで楽しみにしましょう。そして今髪型でいうと、私は高橋選手もかなりこだわりがあるのかなと思うんですけれども、俊太選手、この前切ろうかなっておっしゃってましたが、その後いかがですか？いや、切ろうか迷ったんですけど、はい、キャッチフレーズのやつに、なんかその、はい、髪の毛のことのキャッチフレーズが多かったんで、はい、もうこのままでいこうかなと思って。ちょっと印象がもうね、これがかなり作ってるということですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今シーズンも高橋選手はこの髪型でということ で続いてですね、リンゴー選手にいい質問です。今年の目標を教えてくださいということです。あかりさんからの質問です。はい、まあ、怪我しないことと、昨シーズン4点だったんで5点取りたいと思います。薄井選手お願いします。今年は点取るように頑張ります。西部選手にご質問です。釣りのセンスのある選手はいますか？誰と行ってみたいですかと言いました。先ほどのシルバー選手が釣りを好きっていうお話ありましたけれども、ぜひ行ってみたいです。はい、誰だろう、どうでしょう、いないと思います。僕ちょっとハードな釣りするから、はい、ハードな釣りって誘えないかな。どんな釣りですか？ハードな釣りって、ハードな釣り、川入ってったりとか、はい、そっち系なんで。誰か一緒に行ってください。頑張ってこうな。誰か一緒に行きたい方、今がチャンス。いないんです。胸を反らして。ああ、どうも。堀選手ですね。はい、ぜひお寿司が好きということで、ね、さばいて、はい。いいですね。あと、まあ、キーパー陣とまた行きたいですね。家族も好きなので。うん、はい、ぜひ、はい。SNS にもアップしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、
続いて椎名選手に質問です。椎名選手といえば青森山田出身ということですけれど、厳しそうな雪中のトレーニングなどある青森山田の練習と石崎監督のトレーニング、どちらがきついですか？石さんです。早い。考える余裕もないぐらい、昨年も練習についていくのにいっぱいいっぱいだったので、ちょっと今も震えてます。ちなみに一番ハードなトレーニングはどんなトレーニングですか？いや、僕はこの中でもあまり動けない方なので、本当に全部の練習きついんで、今本当に震えてます。石井監督が笑ってらっしゃるのがまた今シーズンも厳しそうですね。頑張ってください。頑張ります。はい、石川山選手、ちょっとお立ちいただいていいですか？ですね、シャルルさんからの質問、身長いつからそんな高いんですか？こんにちは。身長は中学校3年の終わりぐらいから、10センチずつぐらい伸びて。10センチずつって1年でですか？いや、1ヶ月とか2ヶ月とか、はい、すごい。で、小学校までめちゃめちゃちっちゃかったです。はい、中学校3年生の時点で何センチぐらいあったんですか？中学校3年の卒業の時にはまだ160ぐらい、150ぐらい。そこから今190ですね。90、はい。わあ、何かその背を伸ばすためにしたことというか、その期間に何かした記憶があるっていうのありますか？親に9時に寝なさいって言われたんで、牛乳飲んで9時に寝ました。素直、ありがとうございます。うん、カタアレ内で誰のファンになりそうですか？
そうですね、今回はボケずにガチで答えようと思うんですけど、椎名選手です。わお、どんなところが。やっぱりホーム最終戦で昇格がなくなった時の先制点を取って、あまり素直に喜べないっていう姿勢を見て、やっぱり本当に昇格したいんだなっていう、富山のために頑張ってるんだなっていう気持ちがすごく伝わる選手なんで、ファンになりました。現地で見てました。続いて同じ質問、また別の方に聞きましょう。斉藤和樹選手、斉藤選手だったらカターレの中でもしサポーターだったら誰のファンになりそうですか？自分は誰だろう。リンクですね。岩井さん、岩井さん、ありがとうございました。なんか言わされた感なかったですけど、大丈夫ですか？2人います。はい、岩井さんとリンクです。おお、どんなところが。岩井さんはまあ言わなくてももう、はい、すごい人なんでいいんですけど、リンクはもうすごい優しいし、はい、それだけです。ね、わかりました、ありがとうございます。最後に同じ質問を八木下選手にしましょう。カターレの中で誰のファンになりますか？むしろ私がもし女だとしたら惚れちゃうみたいな選手。椎名選手ですかね。わー、モケモケ。どんなところが。まあ、前十字やってるんで、僕もこれを何回乗り越えたらすごいなと思います。はい、1回なんで乗り越えられると思います。はい、僕地元が岐阜県なんで、岐阜も年末帰った時寒かったので大丈夫です。はい、まあ、昨年でその前が秋田で福島っていましたけど、このオフ静岡に家族がいるんで、今とても寒くてあんま部屋から出たくない気持ちです。はい、ね、ちょっと今の時期特に一番きっと寒いですもんね。はい、風邪ひかないようになさってください。ありがとうございます。では、これからの意気込みについて、今瀬選手、お願いしてもいいでしょうか？意気込みですか？はい、今シーズン、こんなところを見てほしいっていうのを。そうですね、まあ、富山に来てから毎年怪我をして離脱することが多いので、まず怪我をしないことと、まあ、試合に出続けて、そうですね、J2 復帰に向けて頑張りたいと思います。ありがとうございます。ゴーさんからですね、大野選手と川西選手に質問が来ています。今年は何点取りますか？どちらが得点王になりますか？という質問です。これは3人で、あの、すいません、ここに書いてあっただけです。あ、ま、去年、9ゴールだったんで、ま、今年は2桁以上絶対取りたいと思います。すいません、あんま期待されてないかもしれないですけど、頑張ります。3点以上取ります。まあ、ポジションどこやるか分かんないんで、ちょっと分かんないですけど、まあ、ツバ以上で、じゃあ。点取ってみたいです。いつも思ってるので。はい。はい、僕、フォワードです。はい。やっぱ点取った時に、はい、あってみんなで喜んでる輪に入りたいですね。なかなか。
ホールからなかなか行けないんですよね。ちなみに、例えば点入った場合、はい、どんなアクションを？僕ですか？考えたことなかったの。なんでしょう。翼さんに考えてもらいます。翼さん、はい、お願いしてもいいですか？もし西部選手がやるとしたら、ジャスティス。ありがとうございます。すいません。センターバックとかがいいですかね。はい、すいません。平野選手はどこでしょう。同じくフォワードやって点取ってみたいです。 ありがとうございます。本当にまだまだ聞きたいところなんですけれども、一度ここでお時間とさせていただきます。たくさんの質問本当にありがとうございました。回答いただいた選手の皆さんも本当にありがとうございました。もう先ほどね、測ったら42分喋ってたんで、2分ぐらいで終わらせます。2時間、2022カターレットの新体制発表会、つがなく終わることができました。いろいろ今日ここで、皆さん方と触れ合いをして、また現場をね、この後も、その気になって1年やるぞという気持ちになることができました。このカターレ富山という、まあ、一隻の船に例えると、乗船が今日でなったわけです。全員皆さん船に乗っていただきました。もうシーズン末まで降りることはできません。何が嵐が来ようと、何が来ようと、この船を転覆させることなく、無事ゴールまでたどり着けるよう120% の力で今シーズン走り抜けたいというふうに思います。今後ともどうかよろしくお願い申し上げまして、私からの閉会の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。平番区北九州との一戦です。バックス